今日は柴崎選手、上田選手、そして庄司選手に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ガグ、まずどう、鹿島帰ってきてどう、うん、まだ何日かだと思うんだけどあ、もうだいぶ慣れました。本当、はい、変わってない。まあ変わっ、まあ、今シーズンなかったですよね、まず、うん、まあなかったなかった。なんでどこに何があるか分かんなかったのと、うん、まあ、元あったクラブハウスもその位置は変わってないけど、誰、どのスタッフが使うかとか変わってるんで、うん、なんかスタッフのなんか更衣室入って通り抜けてったらなんか誰かいたみたいなのとかまあなんかよく分かんない感じだったんでまあやっと慣れました。慣れてきた。何年ぶりだって？6年半7年ぐらいぐらいですね。でまあまあほら同期のね、ほら2人とかもいるからさ。あ、なお同期じゃなかったか僕は2個下です。顔だけ見てたらなんかちょっと同期っぽかったから、はい、翔馬君とバチ君なんで。あ、バチね、はい。まあ、でも元とかいるのは心強いんじゃない？いや、本当に、翔馬とかね、本当に心強いですね、うん、いなかったらだってなおはそうですけど、本当に知らない子ばっかりですからね、うん、なんか打ち解けるのも長い時間かかったでしょうけど、まあ、いたんで、うん、いろいろ教えてもらって馴染めてると思います。今日は、今、クラウドファンディングを、まあ、アントラーズしてこれが4回目かな、うん、やっていて、今年はあの、まあ、元といろいろこう話してる中で、元がそのカフェ、今そんなに使ってないと思うんだけど、まあ、カフェをどうにかしたいよねっていう、まあ、ファンサポーターが使える、また、選手たちが使えるような、で選手たちがそこでご飯食べれるようなものがあったらいいよねっていう話をしていて、でまたあのプロチームの方からも、まあ、昼は選手にこうあのクラブハウスで食べて帰ってほしいっていう要望もあったので、今回のクラウドファンディングはその、まあ、カフェを作る選手のためのね、まずはっていうことで今、たくさんの方から、まあ、ご支援いただいている状況なんですけども、まあ、そこでちょっと、まあ、海外でプレーしてた3人にその海外の、その、まあ、お昼とかご飯どうだったのっていうのをちょっと聞きたいなっていう、その重要性とかね。ガクはそのスペインでやってる時とかってチームで昼とかっていうのは出てた？僕4チームやったんですけど、うん、ちょうど半々でした。2チームなくて2チームあってっていう、うん、で1個はもうクラブハウスの中に選手専用の、うん、まあ、作るところ、まあ、キッチンあって食堂あってっていう、2チームはそんな感じでもう専用で作ってて、まあ、基本的には栄養士もついて管理されてて、うん、自分が、まあ、体重だったりとか体脂肪だったりとかを見ながら、まあ、こういうのがいいんじゃないっていうアドバイスを受けながら自分でも好きなものを選んでいくっていうのはありましたね。そう、だからもうスペインではもうそういうのがもう当たり前にちゃんと管理あるチームとないチームがあると思います、まあ、あったんだけど、はい、一部でも多分ないチームももちろんあるし、あ、そうなんだ。あのヘタフェとかはその時なくて、うん、逆にそのあった2チームとかは2部のカテゴリーのチームだったんですけど、その時はなんでまちまちだと思いますね。でもやっぱあった方が、あった方がいいと思います。いいでしょう。そうですね、やっぱ練習あっていろいろケアして人段落してすぐに食事がその場で食べれて帰れるっていうのは、うん、まあすぐに栄養補給ができるっていう面でもいいですし、うん、あとはまあチームがやっぱりその選手の食事管理をしやすいっていう面、昼を自由にしちゃうと若い選手は特にその選手の意識加減になっちゃうんで、意識が高い選手はまあ自分でそういう食事を選んだりとか量の食事でちゃんとセーブしたり食べるとか食べてっていうのはできるんでしょうけど、うん、まあ分からない選手もいるじゃないですか。そうだね、はい、なんでそういうのはちゃんと栄養士のアドバイスもらいながらやった方が最初の方がいいと思います、まあ、経験積んでくるとこれが自分に合う合わないっていう、例えば血液検査して合わないみたいなのも知れてくるし、ちょっと、ね、量によっては重い日軽い日みたいなのを感じられてくるんで、うん、そういう経験値を貯めるまでにまあ、そういうアドバイスを受けながら食事するっていうのはまあ大事かなと。なお、うん、はどうだった？フランス、ベルギーでプレーしたと思うんだけど
まあ、ベルギーでもフランスでも、食事があって、うん、もう朝と昼は毎回クラブハウスでみんなで食べるっていう形をとってましたし、朝から、はい、みんなで食べるんだ、うん、そうですね、監督によっては朝に絶対集合してみんなで食べる、みんなで座ってみんなで一緒に、まあ、いただきますじゃないですけど一緒に食べるっていうのをやらされてた時期もありましたし、やらされてたよね、やっぱり嫌だったの、やっぱり嫌だったんだ、あ、みんな一緒っていうのは嫌だったの、まあ、僕も日本人なんでやっぱ朝はご飯食べたくて僕は、あ、自分でそういうのもあって、はい、自分のご飯を食べてからクラブハウスに行ってたんで、別に僕食べるものなく座って水飲んで終わりぐらいだったんですけど、いつもでもちゃんとそうやって朝も昼も準備していただいてたんで、うん、すごくそこはありがたかった部分であります、はい、うん、やっぱあった方がいい、いや、もちろんです、はい。現はフランスでプレーしたけど、フランスの時はどっちかっていうと僕らトップより育成にかなり食事とかは昼はありましたね、うん、だから僕ら選手はどっちかっていうと自由っていう感じで、でも僕はあのガンバを昨年まで経験してたんで、うん、ガンバはあの僕が行った時はもう毎日あのガンバスタジアムで全て完結してるんで、ね、クラブハウスも、うん、あのスタジアムなん でそのまんま2階がクラブハウスで4階に行けばそういうレストランがあるんで、もう終わり次第何時から何時までに食べてねっていうのがあって、うん、それぞれ4階行ってガンバが多分提携してる、うん、この栄養士さんとかとあれして、うん、ですごいありがたかったですね、やっぱり。でコミュニケーションも若い選手とかベテラン選手とかも、ね、そのガンバもちろんチームによると思うんですけど、テーブルがこう対面の2人ずつが座れる椅子テーブルがバーってあったん で僕の前に若い選手が座る時もあればベテラン選手とかもありましたし、でコロナになってこう柵がああいうができるようになりましたけど、それでもコミュニケーションはやっぱ取れてたんで、まあ、すごいやっぱありがたかったですね。まあ、その体のためっていうところもあるし、コミュニケーションっていう意味でも、はい、そういう場になりますし、やっぱり、うん、コロナでもう食べたらすぐ帰れみたいなのはありましたけど、まあ、そういうのが落ち着いた時とかまだ流行る前とかはもうみんなで和気あいあいしながら食べながら喋ったりとか、うん、こうみんなで楽しく上下関係なく笑ってましたね、みんなで。まあ今本当にあのアントラーズとしてもカフェのところどういう形になるか分かんないんだけど、今考えてるのは1階で例えばご飯食べれて2階でちょっと休めるようなところとかっていうのも考えてるし、またファンサポーターの皆さんにもちょっと解放できるようなものを作れればいいなっていうのは構想してるんだけど、やっぱりじゃあ選手目線としてもやっぱそういうものあった方がいいってことなのかな。そうですね。小林さんバーゼル時とかマルセイユ、バーゼルもありました、あった、食べれたの昼で、試合終わった後の試合終わった後はもう食べて帰らなくちゃいけないとか、ホームはってことですか。ホームの時はもう食べて帰る、全員なんかまあサポーター、まあスポンサーかの方とかがいるところで一緒にご飯を食べて帰るっていうのがあったから、で昼は絶対食べて帰るみたいなのがあったから。マルセイユですか。マルセイユは朝だけだったね、逆に。朝だけ、うん、朝コーヒーとパンが置いてあって、食堂みたいなのないってことですか。食堂みたいなのはなかった。あ、なかったです、うん、でもなんか基本そこ一回寄って食べなさいみたいなのがあって、じゃあ海外は基本的にある。だ昔のアントラーズでいうとあんまそういうのなかったじゃん、うん、俺らが、まあ、やってた時に、はい、まあ、キャプテンが肉食えば治るとかさ、はい、よく言ってたじゃんでも一番の問題点としては、うん、あそこを今なんか有効活用できてないみたいな感じが一番大きいんですかね。その僕らのそのケアみたいなところも大きいですけど、うん、そのファンサポーターが集まる場としてもそんなに機能してないってことは。そうだね、だからコロナ前はあそこって稼働してたんだけど、やっぱりコロナ以降なかなかあそこを開けれてないし、まあ選手がたまにご飯食べたりっていうのはしてると思うんだけど、だからもっともっとこう有効活用できるようなものをできていけばいいのかなっていうのはすごく、まあ、それが特に選手のためがまず第一だと思うし、第一にそれがあってプラスやっぱりファンサポーターの人が今練習たくさんの人が来てくれてるんだけど、そこに対しても何かこうできることってあるかなっていうのがないのでね、まあ軽食とかでもなんかちょっとね出したりできればいいかなって思うし、でもまあまずはねその選手、まあ強化部、まあ、プロチームからもやっぱそこはすごく、まあ、他のチームもやってるからやっぱアントラーズとしてもそれやりたいっていうのはすごく言われてる部分でもあるから、まあ、そういう環境をまあ、作れればいいかなって、まあ、本来自分らで作れればいいんだけど、まあ、あの今回はクラウドファンディングっていう形で、まあ、いろんな方にこう、まあ、賛同いただいて
でまた支援いただいてっていう形で、まあ、選手、ね、クラブだけのものというか選手側だけのものになるとちょっとあれですけど、まあね、サポーターの皆さんのためにもなるってなると、うん、まあこうみんなのためみたいな感じになっていくんで、まあ、そういうところがあるとまあクラウドファンディングでも、ね、支援しやすいというか、うん、まあ、そういう気持ちになりやすいんじゃないかなっていう感じはありますね。うん、な今回モットの引退試合も、まあ、クラウドファンディングの一部に入ってるんだけど、まあ、そういう中でモットもやっぱりファンサポーターが喜んでもらえるようなものがっていうので、まあ、カフェっていう話も出てきたから、うん、まあ、ぜひね、まあ、クラウドファンディングの方も、まあ、こういうグッズもね売ってるし、いやひどいでしょあとはあの元 の, あのプレーしてるところをイメージした線画の、まあ、グッズとか、いやこれ元さんのイメージじゃないですか、それ元ですよね、そう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 、見た時は多分元さんだなと思って、うん、とかあとはだからその引退試合に関わるもの、まあ、ユニフォームとかもあの出てるので、ぜひあのご支援いただければなと思っています。ということでクラウドファンディング9月の1日から10月の31日までやってます。これ、ガバメントクラウドファンディングって言って、ふるさと納税なので、まあそこのところはお金がかかるんだけど、それが税として控除されてだいたい2000円でやれることになるので、ぜひこんなグッズが欲しいよとか、あとは引退試合の出場権とかもありますし、いろんなものがありますのでね、ぜひ、ご賛同いただいて、ご支援いただいて、まあ、それが選手の強化というかね、カフェにつながるところでもあると思いますので、ぜひ、ご支援いただければと思います。よろしくお願いします。